地域巡回バス地域巡回バスとは名古屋市交通局が運行しているコミュニティバス路線の愛称である。2004年10月6日のダイヤ改正で全22系統が新設された。それまでの港区や中川区一といった公共施設関連系統をコミュニティバス化した路線である。各区内の駅、区役所、病院、大規模商業施設などを結んでいる。 大型バスの運行が難しい狭い道も通り、約250メートル間隔で停留所が設置されているのも特徴で、巡回バスのみが停車するバス停も多数設置された。系統名には地域名が入っているが、当該地域から外れたエリアも運行している。当バスは赤字額全額の補填を名古屋市の一般会計より受けているため、交通局としては損失がない。 バス前面には地域巡回バスであることを示す垂れ幕が取り付けられていたが、現在はマグネットでの対応、系統表示が巡回となっている。西巡回、水宝巡回、天白巡回、括弧内は一部便が該当する。各系統の詳細は担当営業所の記事を参照。金山26地域巡回バスは8から16時代、または9から17時代の運行であるため、 それ以外の時間帯は巡回バス路線と重複運行する一般系統が一部区間で運行され地域巡回バス専用の停留所にも停車する森山11号系統以外朝または朝夕のみの運行となる基本的に中型ノンステップバスが使用される一部系統では大型車が入る場合もある保管路線は 地域巡回系統の車両を充当することが多い。車両についての詳細は、名古屋市営バスの項を参照。8時から16時台もしくは9時台から17時台に、各1本ずつ、1日9往復が運転されている。運行の詳細については、名古屋市交通局の公式サイトなどを参照。ありがとうございます。